1,2,3 ダーの部分と、はい、1、ハーゲンダーということで、ハーゲンダーっていうのはハーゲンダッツ、うん、ダーツだけどね、ダーではちょっとうまくかかってないかもしれませんね。はいはい、何言われても私は不機嫌になりません。なぜなら今からハーゲンダッツを食べるからです。いっぱい喋ったな。ねえ皆さん、1日のご褒美に頑張る自分にハーゲンダッツ食べてますか？ガッキーに言われたいのよ。ねね、池田エライザちゃんとか。どうですか皆さん。やだろ、これジジイに言われんの。言ってます？ハーゲン。え、池ラーメンの話だろ、ね、ハーゲン言ってます？ハーゲン、あんまり一回こねないで。勝てやつ。一回こねて。ジェラート状にしないで。美味しいね。DKG の食べ方だから、これは。カッカッカッって言ってます？ハーゲンいかないから。ハーゲン美味しいですね。うん。第3位からいきたいと思います。はい、ハーゲンダッツ。好きなやつ、はい、もう本当に。もう今山本さん家の冷凍庫に入れてありますか？大体何、ハーゲンダッツそもそも何種類ぐらいあんの？あれ、いや今めっちゃくちゃあるんじゃない？そうか、昔と違って最近形もちょっと変わったものが増えましたから、うん、どういうこと形が変わったって？まあ、それもじゃあご紹介します。あ、わかりました。はい、じゃあというわけで、はい、持ってきます。第3位は、3位ね、こちらです。あ、イメージと違う。ストロベリーチーズケーキ、カマンベール仕立て。はい、こちらクリスピーサンドです。はい、クリスピーサンドで食べるということは、ちょっとスプーンがいらないということで、ワンハンドで食べることもできます。だからこっちで電話しながらこっちで食べることもできますし、こちら肩を挟んでこうゲームしながらこうペロッて食べることもできます。はい、スマホサイズだけれども、こちらですかね。ちょっと待って、俺の知ってるハーゲンダッツじゃない。まあ、今回はですよ。あのカップのさ、そう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 、あのこう、もうキンキンに冷えたやつじゃないよ。クリスピーサンドです。あ、まあまあ CM で見たことあるよ。そうなんですよ、うんうん、このクリスピーサンドの、うん、丸が世界で優しい楕円形です楕円な、はい、あ、ラグビーボールとかもあるけれども。そうなんですよ、一番世界で優しい形。あ、そんな風になってんだ、はい、それ食ったことね。こうなっております。あ、まあ、こちら今回ね、ちょっと期間限定ということで、うん、まあ、いつでも食べれると思わないでください。あ、そういうのあるんだ。だからこそ食べれる時食べてください。あ、なるほどね、はい、宝くとるんだろうね。あ、割と、あ、思ったより小ぶりだった。うら、お前が持ってるからかな。わかりますか、うん、この形。うわー、すごい。これが世界で一番優しい楕円形ですね。あー、はみ出さんばかりのボリューム。はいはいはい、やっぱりなんていうんですか、ウェハースの部分があると、うん、ちょっと下休めと言いますか。あ、一度このウェハース食べることによってまたフラットに戻るというね、うん、作用がありますんで。あ、そうなんだ。そういう意味ではこれを食べていただきたい。へー、味はなんだって？こちらはですね、味がですね、うん、ちゃんと言わないと後で怒られるからな、うん、ストロベリーチーズケーキ。あー、でも美味しそう。ストロベリーは好きなんですよ、うんうん、でチーズが好きでケーキが好きなんですよ全部好きじゃない結局。なるとこれになります。好きなもんがギュッと集まったってことね。はい、うん、いただきます。どうぞ。おー、そんないい音鳴ってんだ。ウェアハースだからだ、クッキーじゃないわ。どう？うまっ。これですね。あー、そうなんだ。そう、この前食べてね、うん、チーズケーキが美味しいのよ。あ、はいはい、ストロベリーは結構有名ですね、うん、皆さん想像できるかもしれませんけど、うんうん、そこに少しだけ酸っぱさと爽やかさを、うん、だな、こちらウェハースが喉に引っかかってしまって大丈夫ですか？あの、はい、ウェハースは YouTube には向かないしゃべりすぎ、水分全部持ってかれるからね。はいはいはい、そう、横の部分がね、うん、こうチョコレートでコーティングされてますので。あ、だから溶けないようになってんだ。だからアイスクリームとチョコレートとウェハースの部分ということで、うまいことできてます。あー、ほんとだ。あ、中身初めて見た、すごい。そうですね。あ、こんな風になってんだ。はい、まあ普段こんな風にはならないですけどねうーん、 CM だ、もううまいですね。佐藤かけるが、どうも、俳優の佐藤かけるです何にでも佐藤かけちゃうんですけど唯一かけないのがこれ、ハーゲンダッツのストロベリーチーズクリーム味。これだけ甘かったら砂糖をかけちゃいけないよね。あなた誰ですか？砂糖かけるです塩、かっこ悪い、かけるです。かけるですっていう、砂糖かけない。美味しい。あー、うまそうだね。でもね、ランラララララランランってやつでしょ。そう、ランラララララランラララ、夜にね、ソファに座りながら砂糖かけるです砂糖かけてるだけじゃないけど生意気な猫何やってんだよってランラララララララ。やっぱりさ、うん、美男美女だよね俺さ、思うんだけどさ、やっぱりさ、本当はだよ、もう視聴者の方たくさん関さん食べてると美味しそうとかさ、うんうん、本当に美味しそうに食べるよねって言うじゃん、うん、本当は関のべきじゃない。そうだよ。だけどやっぱ企業イメージが良くないんだろうね。もうそれも
みんなも思ってるし、うん、みんなも言いたいと思うよ。そうだよね。俺の方が、うん、分かる分かる、絶対食べてますと。美味しく食べてるし、はい、量もいってると。いってます。だけどなんでかっていうと、やっぱこれ食ったら太るんじゃないかっていうイメージを植え付ける悲しい佐賀だよねあのさ、これ美味しいって食ってるとさ、和菓子商品で太ったんじゃないかってなるわけじゃん。佐藤かけるですさあ、というわけで、はい、第3位はこちらでございました、はい、ストロベリーチーズケーキでした。はい。さあ、というわけで、はい、第2位お願いします。これ、あー、またじゃん。なに、バニラチョコレートマカデミアです。期待裏切るわ。俺はカップは、いや、カップも好きだけどさ、うん、これ美味しいんだよな。あー、なるほど。王道をあえて外したパターンね。これはだからジャンルで言うと上にも書いてありますけど、うん、バー。あ、バーね。はい、BAR、バーですね。バーね。そうなんですよ。バーのいいところはもちろんですね、この棒がついてるので、うん、つまんで食べることができる。いやいや、別にスプーンでこう食べれば汚れないし一緒じゃない。スプーンだと、うん、カニさんが食べれないじゃんもう一度説明詳しくお願いします。カニさんは、カニさん、はい、かさみしかないから、はいはいはい、カップだと食べれないんだけど、はいはい、バーだと、はい、そのハサミでこう持てるから、はい、食べれるってこと。そのカニさんが、うん、スプーンをハサミに挟んだらどうでしょう。そんなカニ気持ち悪いじゃんいや違うじゃん。バー持つカニも気持ち悪い。スプーン持つカニも気持ち悪い。バーを持てるんでしょ。そう、バー持つ。バーを持てるってことはスプーンの柄も持てるんじゃないですかって話。気持ち悪いよ気持ち悪いんだよ。ちょっとね、こちらバニラチョコレートマカデミア。そう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 。これはでも結構なんですか、まっすぐといえばまっすぐですよ。おー、バニラですし。あー、マカデミアは外クッキーなんだ、チョコチップみたいなついてるのか。そう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 。あ、棒の、うん、この本当だったらアイスまででいいのに、うん、途中までチョコかかってるの。わかりますか、これ。わかるよ、わかるよ。棒までチョコかけてるんですよ、ハーデンさん。ちょっとあと棒まで欲しいなって時あるでしょない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 。棒行きたいなってこと。棒行きたいなってことはないよ、これ。棒持ち欲しいなって考えたことないよ、俺。それが、これは叶えてくれるんです、この夢を。棒にチョコかかったらいいなと思ってたことなかった、俺、今まで。あ、そう、うん、思った方がいいよじゃあちょっといただきます。はい、いただきます。あー、音最高ね。あー、うわっ、うまっ。うん、チョコ、バニラ、うん、さらにチョコインしてない。これは外のチョコが中に入った。あ、そうなんだ。あ、ごめん、ちょっと見せてみて。そう、俺こっから見たら今チョコチョコモナカジャンボみたいに、はいはいはい、中にパリパリの板あるんだと思ったら外のが中に食い込んだぞお前のグッて圧力により。そう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 、本当にいらない圧力だから番組だったら怒られてる。入ってないよ。外のが内側にパキッと入っただけだから。でも、うん、あっても美味しそうだよねいらないいらないこれがもう究極のバランス、黄金比。これで完成。いや、パリパリグーパリって中にさらに1個あっても最高かもしれない。いや、もう俺がピュッてやるジャバってなる。これやっぱりなんていうんですか、もう全部1個1個素材美味しいですけど、うん、マカダミアがいいよねマカダミアがね、うん、あー、いい音はいいな。うん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 、やっぱいいものを使ってんだろうな、お値段がそれなりに張るってことは。まあそうかもね、うん、うんうんうん。なんか脂肪分の多いとかやつを使ってるって聞いたことあったけどな。あー、なるほどね。うん、あー、美味しいですね、入ってるものは、うん、うん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 。いや、音読しろーい黙読かーい固まるんじゃない今のダイス、さらに冷やすぎじゃないちょっと。室内の温度が下がりすぎて冷凍庫より今ギャーッとしましたけどというわけで第2位チョコレートマカデミアでございました。それでは、うん、1位発表します。お願いします。ドラムロール、はい、ドラムロールを、ドラムロール、僕がお願いします。舌冷たくなって回ってなくないですか、マカデミアが。あ、歯に挟まってんのね、はい、あ、それベロで気にしながら喋ったから、はい、ドラムロールみたいになったのね。すいません、ドラムロールをお願いしていいですか。ドラムロールを猫で、はい、にゃちょっとごめんなさいねなんで発注通りやったけど、こっちはなんだよ、なんだろう、なんで発注通りだったよ。いや、発注通りでしたけど、時間間違ってました。午前っていう、いやいやいや、午前っていう時間指定でしたよね。そうですね、はい、午前のこの時間に猫でドラムロールって言ってましたけど、
されてましたよね。なんか仕上がり聞いたらもうめちゃくちゃ腹が立っちゃって、ちょっと なんすかね。え、間違いなかったと思いますけど。そうですよね、はい、オファー通りだったんですけど、はい、ちょっとまた次はなかった時、はい、お願いしてみますか。お願いしますよ。猫が嫌いなのかな。そんな人アレルギーなのかな。そんな人はこの世にいませんから、全員猫好きですよ。ウグイスでお願いします、はい、すいません、ウグイスでドラムロールお願いします。それでは第1の発表です。第1位は、はい、普通にやってみようか。普通にやってみようか。ちょっと見えたぞ今。なちょっと見えたぞ。緑がかったも一瞬見えたけれども、カップで緑がかったの見えたぞ。気持ちの悪い1位発表。ドゥルルルルルちゃん、はい、第1位はグリーンティーです。はい、ありがとうございます。あら、グリーンティー、これはもう本当に僕個人ってなっちゃうんですけど、お宇宙宇宙何の話、ハーゲンダッツの話でしょ。ですけど、うん、宇宙かな、うん、宇宙で、うん、一番綺麗な色が、うん、このハーゲンダッツのグリーンティーの緑。それは人によるけどな。そのぐらい綺麗、やっぱり。あ、そう、色綺麗なの、ハーゲンダッツ。そう、俺はね、色を楽しんでほしい。ああ、はい、あーうわー、これが、うん、宇宙で一番綺麗な色です。いや、抹茶って大概その色だけどな。本当に宇治抹茶とか、うん、そのホトトギスの首筋とか、うん、いっぱい緑はありますけど、うん、鳥の首筋あんまいいイメージないけどね。やっぱりこのね、うん、絵も言われぬ緑、うん、まあな、一回癒されますよね。まあ抹茶色ってまあ分かる分かる。そう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 、うん、じゃあ失礼して。抹茶色とさ、抹茶色ってちょっと区別したのよ。今する話じゃない。今する話じゃない、絶対。同じじゃん、抹茶色と抹茶色って。まあニュアンスとかイントネーションがね。そうだよね、うんうん、抹茶色言うとさ、え、どっちどっちってならない。まあそれはなりますよ、だから、うんうんうん、そうだよね。だそう、これそれは言わないでください、今、うんうん、絶対今じゃないか。馬の色が抹茶色ですって言われるとさ、はいはい、緑なのってなっちゃうね。いや、まあ、なりますよ。そんな不思議な色って変なのじゃねってなっちゃうね。じゃあこっち変えればいいんじゃない、言い方を。なんかあ、そう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 、こう、コンピューターグリーンみたいな、なんか草薙みたいになってるから。さあ、お食べください。いや、食べづらいな。え、そんな柔らかいの。ちょっとあれか、溶けちゃった、溶けちゃったか。おめえの話が長えから。おめえの話が違うんじゃない、ジジイみたいに長えから。お前の話があれじゃない、猫のドラムロールじゃない。ああ、あのあたりじゃない、お前のせいね。もうだ、第1位は、はい、こちらですね。はい、シェイクです。いや、違う、抹茶です。抹茶シェイクになっちゃいました。抹茶のハーゲンダッツでしゅ。シュなんだよ、その遅延行為。シュじゃないんだよ。噛んでもいないもんな、今のはな。いただきます。はい、あ、ちょっと垂れた。おい、でも垂れた、これめっちゃ綺麗。あ、ほんとだね、すごいね、これ。いただきます。あ、でもマッソラな。わー、うまい。わー、マッソラ。俺これでね、抹茶を好きになったと思うんですよ。あー、ハーゲンダッツね。子供の時抹茶ちょっと苦手だなとか、ほろ苦くてね。そう、なんか甘いもの食べてんのに苦さがいらないなと思ってたけど、うん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 、ハーゲンダッツのこれ食べてたから、やっぱりなんだろうな、大人になると苦いの好きになるのって。いい、ああいいね、おいしい、いいね、あ、いい、大人な感じするわ。これ焼肉の後とか食べたいわ。最高だね。ね、最高。いいよね。でも一番おいしい食べ方はね、うん、結婚して、うん、普段家だとこんな時間に食べたらどうなんですっていうので、イラッとした気持ちを抱えたまま一泊二日ぐらいの仕事で地方に行った時、ぶっ壊れたように酒を飲み、致死量の焼肉を食った後に。ビジネスホテルに戻って食べるハーゲンダッツが世界一うまい。そんな辛いのか、お前の生活って。なあ、お前嫁見てるんだろ、これ。そんなふうな辛い。東京の自宅の方に知られてんの、中指立てながら食ってる。シャッ、もう杉並のプリズンって言われてる関家でしょ。そうそうそう、そっちを見ながら、どうだと、俺はこんな深夜2時にハーゲンダッツの抹茶食べてるぞって言いながら。やっぱ偉いもんでさ、一人暮らしでいつでも食べれるって思うと、これ食べないもんね。そうでしょ、うん、やっぱ不思議なもんで、ちょっとこうキュッと縛られたぐらいの方がそれいくってことでしょ。それはもちろんやっぱりこう、なんですか、うん、奥さんとか食べるの美味しいですよ。うん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 。どういうフォローなんだよ。今さら思い出した。やべって、やべ。思い出した、そりゃ見てる。そりゃそうだろ。そりゃそうだろ、お前の奥さんから中京テレビの望月アナまで全員見てんだから、このチャンネル。うわ、めっちゃ美味しそうじゃん。ハーゲンダッツ専用のスプーンって何が違うんだろう、あれって。この木と
まあでもやっぱり何があったら分かんないけど、やっぱ特別感はあるよね。ああまああの白いプラスチックか。そう、ハーゲンダッツを買った時しかつけてもらえないっていう。そうだよな、勝ち組のスプーンみたいな。あの牛脂と一緒だよな、ステーキ買った時だけの牛脂もらえるっていう。ああそうね、そうだよな、うん、あれ勝手に持ってきちゃダメだからね。あれあれそうなんだっけ。そうだよ、あれ買った時にだけ持ってってくださいってことだよ。そうかそうか。そうだよ、なお前みたいなやつが牛脂おかずに米食うからダメなっつってんだよ。牛脂だけ持って帰ってる泥棒だかんね。よくないあれ。あとまあ、とにかくハーゲンダッツ女性好きだよね。好き大好きだよね。ハーゲンダッツ道に置いとったらもうカゴでこうパコってできんじゃない。マジでそんな女やだそれでお前の奥さん捕まえたけどな。そんなわけないだろ。うちの奥さんはすごく俺のことを考えてくれるし、チラチラ見てチラチラ見て、そう掃除とかもやってくれるし、洗濯だって眠いのに頑張って畳んでくれるし、育児やりながらあんな素敵な女性いないよ。俺は勝ち組だ。あ、撮ってんのか今これ。おい、恥ずかしいよ。下手くそだし、今のストレスでもう一個外れたくそうなんです。また今のキューってなって自分を我慢して、大変だ結婚って。頼むよ本当に。今日何撮ったのって結構濁してるから。あ、そうなんです。言わずに後々動画で知るってことね。山ちゃんクッキング撮ったとでも言っといてください。わかりました。はい、というわけで何を撮ったんだ今、ね、体の方もですね、うん、十分満足しまして、はい、素敵な父になりました。それもこれも全てハーゲンダッツのおかげです。わかりました。それでは皆さん、はい、最後ご視聴ください、はい、いくぞ。1ハーゲンダッツね。ダッツね。いや食いすぎてんじゃん。